令和4年10月20日から2日間の日程で、阿蘇の赤牛テロワール旅の造成のため、食に関する専門家を招き、飲食店や宿泊施設を視察しました。阿蘇の赤牛テロワール旅とは、観光庁による地域独自の資源を活用した地域の稼げる看板商品の創出事業を活用したツアーで、今回の視察では、 ミシュランやアジア50選出の東京ヨロニクエビス代表で熊本出身のバン・クワハラさんと日本ナンバーワンの肉王インスタグラマー東京和牛レポートのリーダーそして屈指の美食家で知られ執筆活動も多いレバレッジコンサルティング株式会社代表取締役 CEO の本田直之さんが阿蘇市を訪れ 阿蘇の赤牛にまつわる提供コンテンツを体験し、コンサルティングやアドバイスを行いました。初日は、阿蘇草原保全活動センター草原学習館を訪れ、草原や赤牛についての説明を受け、実際に草原に行き、テロワール旅で提供されるバーベキューを体験。今回開発された赤牛メニューを試食しました。夕方には、 阿阿蘇蘇テロワール料理ををを提供する宿訪訪れました2日目には市長を表敬訪問その後、阿蘇の赤牛の関連事業者、生産者、宿泊施設、飲食店のリーダーたちとの阿蘇の赤牛未来会議を行い、阿蘇の赤牛の可能性と草原維持について、新しいブランド価値創造を高める意見交換を行いました。 専門家からは、「赤牛は新たな土俵のトップになり得る。そのチャンスが今巡ってきている。」との話があり、参加者は熱心に話に耳を傾けていました。この阿蘇の赤牛テロワール旅は、来年の春をめどに販売を開始する予定となっています。